東京オリンピックに参加するフェンシングのカナダ代表選手たちが事前合宿のため昨夜沼津市に到着しました。沼津市に入ったのはフェンシングのカナダ代表選手と監督、スタッフたち23人です。選手たちは成田空港での PCR 検査で全員陰性を確認した後、バスで直接市内のホテルに到着しました。滞在中は対応する沼津市の職員とともに毎朝 PCR 検査を受けるほか、ホテルの一般の宿泊客とは動線を分けるなど新型コロナの感染対策をします。沼津市はフェンシングを中心とした街づくりを進めていて、21日までの事前合宿中、練習見学会やウェブ総公開を予定しています。